5000円の木工旋盤、木材の固定が難しい、別の固定方法も紹介します。皆さんこんにちは。5000円の木工旋盤、前回簡単な木材の固定方法を紹介しました。これまでにもいろいろな固定方法を試して紹介していますが、今回もまた違う固定方法を紹介します。今回紹介するのはアジャスター受け座ネジ止めタイプです。前回にも右の板付きナットを使用して木材を固定しましたが、意外とバランスが悪くブレが大きく出ました。このアジャスター受け座を木材に直接ネジ止めすることで固定してみたいと思います。 2×4 のホワイトウッドから直径63ミリの円柱を真ん中に穴を開けないように切り出します。アジャスター受け座をセットします。中心を合わせ両面テープで位置決めし、ネジ止めしていきます。では削っていきます。63ミリの大きさになるとこの旋盤では削るのに時間がかかります。続いて内側を削っていきます。まず目安線を引きます。これは別の木材を削っている動画です。本来このアジャスター受け座でやりたいのは、このように芯押し台を使用せず内側を削ることなのですが、なんとか外れずに回転はするのですが、ブレが大きく、この写真のように中心に穴を開けることができません。今回は芯押し台で押さえ込みながら真ん中を残し削っていきたいと思います。途中段階の写真ですが、こんな感じで削ります。この段階では厚みが10ミリぐらいありますが、最終的には7ミリまで削りました。最後に芯押し台を外し、真ん中の出っ張りを削り落とします。いい感じで削れたのですが、最後に気を抜いたところでバイトを引っ掛け割れてしまいました。でも課題が見つかりました。赤丸のところアジャスター受け座を止めるネジが長く、穴が開いてしまうことが分かりました。とりあえず今回は木工ボンドでつなぎ合わせましたが、固定方法としてはうまくいき使えると思います。次回
再作成したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。